はじめまして、サンドの名勝利バルサ好き、バルセロナのニュースを集めていたらいつの間にかバイトの休憩が終わっているでおなじみ、私レオが、今回はこちらの動画から、世界のサッカーニュースをもちろん FC バルセロナ中心で、皆さんにお届けして、皆さんと一緒にサッカーをより楽しんでいこうという、動画を始めさせていただくことになりましたので、まだまだ下手くそですが見守って、時にはご指導して時には楽しんでいただけるという形になれば嬉しいと思ってます。よろしくお願いします。というわけで今回が第1回の動画のアップなんですけども、やっぱり第1回は当然 FC バルセロナのニュースを取り上げたいと思いますので、第1回のニュースはこちらにさせていただきたいと思います。マルコロイス、バルセロナ移籍を断った理由とは。なんとドルトムントの香川選手の同僚ですね、マルコロイス選手、左ウィングの選手なんですけど、その選手がですね、なんと、バルセロナのバルトメオ会長から夏に、実際に移籍を、進められる会談を開かれたらしいんですよね。その時にですね、なんとロイス選手はバルセロナからのそのオファーを断ったらしいんです。スペインのスポルトっていう、新聞からの、情報なんですけども、まず一つの理由が、バルセロナはですね、今 FIFA から、未成年に関する登録の問題で制裁処置を受けてまして、選手を移籍させても1月の中旬まで使うことができないですよね。ってなるとですね、今アルダトゥランっていうアトレチコのエースを獲得して、アレシビダルっていうセビージャの右サイドバック、ウィングバックどっちもできる選手なんですけど、MSN がいるのに、僕はどこで使われるんですかっていうのを会長に聞いたらしいんですよね。 MSN っていうのはバルセロナのメッシ、スアレス、ネイマールの MSN ですね。この3人がいるのに、僕はどこで使うんですかって言ったところ、なんとバルセロナのバルトメオ会長、明確な答えを出せなかった。明確な、なんかお茶を濁したんですかね。それはみたいな感じなんですかね。ローテーションしつつみたいな。でもそんな言われても、前のシーズンにもう100得点以上叩き出したチームのその MSN が稼いでますから、それでもう今はもう押しも押されぬ、もう3トップ史上最高って言われるぐらいの MSN の中に入ってくのは当然至難の業です。しくは怪我した時にそのどっかの選手の穴埋めっていう形になると思うんですよ。会長自身も多分そう思ってたんで、そこは言わせないでもいい、空気読んでよみたいな。僕がね、会長だったらお前がポジション奪うんだよとか適当なこと言うかもしれないですけど、それを言えないぐらいの MSN、 メッシ、スアレス、ネイマールの壁は厚かった。じゃあバルセロナはずっと、控えがいない状態で、戦力を回していくのかっていうと、そういうわけにもいかないんで、今バルセロナは冬に、フォワードの補強を目指してるという、ニュースが入ってきてるわけなんですけども、そのフォワードの補強じゃあどうするのかってなりますとね、やっぱこういう時は歴史を遡るのが大事でして、バルセロナはですね、こちらの今ルイス・エンリケ監督なんですけど、そのルイス・エンリケがですね選手として引っ張ってた時期はやっぱ暗黒期って呼ばれる時代だったんですよね。なんと今の最強と言われるバルセロナがウェファーカップ、今 のヨーロッパリーグですね、 EL に出るのがやっとの順位、6位でフィニッシュした時期ですから、一時期はもう10何位とかさまよった時期で、その時の監督がですね、なんとファンハールなんですね。マンチェスターユナイテッド今ボロボロにしてる監督なんですけども、そのファンハール、なぜ暗黒期だったかっていうと話脱線するんですけど、リバウドを放出して、リケルメって選手取ってきたんですよ。その選手を、全く使わずに、どんどん取ってくる選手がもう壊れたりはまんなかったりとかでボロボロになって、でその時に、チームを引っ張っていったのがこのルイス・エンリケ監督、その当時は選手ですね、ルイス・エンリケと、炎のカピタンプジョルですね、全然シーズンに引退しましたけど、そのプジョル選手2人がもう中心になってチームを引っ張ってまして、もう今レジェンドとなってチャビがもう若手でスタメン常時出場みたいなことじゃないですから、その時にですね、暗黒期を抜けさせたのが、誰であろう、皆さんもご存知、ロナージーニョなんですね。で、ロナージーニョが、来た時期はですね、やっと、バルセロナが会長も変わって、改革していこうっていう時期でして、で、その時にですね、監督がライカルトになって、スリートップを始めたんですね。ダービッツっていう選手が入って、ロナージーニョがトップ下から左サイドに移って、で、真ん中の選手は誰になるかっていう風になった時にですね、前のシーズンはですね、ルイス・ガルシアとサビオルが使えてたんですけど、エトーですね。エトーを取ってきて、右サイドには前の年にフランスで活躍したジュリを取ってきたんですね。で、ジュリを取ってきて、でも、これで3トップは埋まってるわけなんですけども、ラーションって選手を取ってきたんです。順番的にはラーション、エトーの順だったんですけど、このラーションっていう選手がですね、スウェーデンの伝説、皆さんも知ってると思いますけど、もう大活躍した選手ですね。このラーションがどういう風に使われたかと言いますと、当然バックアップはローテーション4位なんですけど、
後半でどうしても点が欲しいときは3トップに加えてこのラーションも真ん中で江藤と一緒に動きながら江藤をサポートしつつ中盤をサポートしつつっていう形で動く。で江藤が出れないジュリーが出れないロナジュリーが出れないときはそこを全部一人で埋めたんですね。それなんでできたかというとやっぱベテランの経験、ラーションのサッカーセンス、そういう風にねもう本当頼れるベテランがいたからってなると、今のバルセロナが探すべき人材は誰かって言ったらこちらです。今噂されてますビジャ、こちらもう言わずもがな、ガルディオラ時代に、活躍したバルセロナのセンターフォワードですね。今、メジャーリーグサッカーで活躍している選手なんですけど、こちらのビジャのフルス復帰というのが一つの可能性としてあります。ビジャでしたら、バルセロナの、サッカーはもう教え抜いてますし、メッシともずっと、チームメイトとして、まあ、時々ちょっと口論したりとかしてるんですけど、でもメッシに言えるっていうビジャも今のチームにこそ必要だと思いますし、そのぐらいの気持ちでした。今はもうあの頃のエゴを押し出すメッシよりももっと大人になってチームのために戦いつつ自分の能力も出す、もう神に近い領域の、もう神ですね、あれは神と言っていいメッシがいるんで、もうなんかビジャが来てくれたらあの3人のバックアッパーとしては最高なんじゃないかなっていうふうに思いますね。あともう一人が、セルタのノリート選手、こちらも遅咲きの選手で、ルイス・エンリケがセルタ時代から知ってる選手で、もう今ノリートのプレーって言ったらですね、もう左サイドで、のもうボールさばきだったり、ゴール前に入ってくあのタイミングだったりとかもう抜群ですんで、なんだったらもう今シーズンに関してはクリスティアーノ・ロナウドより上だと思ってます、このノリート選手。これをですね、エンリケが獲得目指してますし、ノリート自身も外に出るために代理人を通して自分の移籍をしたい的な発言だったり、なんですかね、待遇面での内容なんかをねちょっとずつリークしたりとかしてるんですよ。こういう駆け引きとかもあるんでね。ただ僕としてはやっぱリーガの、ライバルチームというか調子のいいチームから選手を引き抜くのはちょっとやり方かな、シーズン中はどうなんだろうって、夏にちゃんとリセットされてる時に取るんだったら私も今取るのはちょっと得策じゃないかなとか思ったりしますね。あとはもう一人は、元カンテナ、まあそのノリートもカンテナなんですけど、ジョナタン・ソリアーノって、こちらもメジャーリーグサッカーで30得点以上ワンシーズンに上げてる選手がいるんですよ。こちらもラーション的な感じでバルセロナのサッカーを知りつつ頼れるベテランという風な感じで復帰してチームを支えてくれればなっていうのもありますね。この3選手が今のところ、第一候補でして、それ以外にもファン・ペルシーとかいろんな選手が可能性として上がってるんですけども、僕としましては、1月に、アルダ・トゥランとアリシビダルの、加入が、実現されますんで、このビダルって選手はですね、右ウイングもできる選手なんですよ。なんで、ビダル選手を、右ウイングに使って真ん中に昔みたいにゼロトップでメッシ、左にネイマールでもいいですし、そのどこにビダルが上に上がることによって、スアレスが、左やってもいいですし、そういう風になんかどん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 回せるようになるんですよ。またトゥラン、アトレチコマドリードで戦えるテクニシャンに、シモネが成長させてくれたトゥランがもうこれ以上走りたくないよってことでバルセロナ来てくれたんですよね。もうあまりにも走る練習が多かったまあそれ自体が、実際の理由では全部ではないと思いますけど、でもそんな戦えるテクニシャン、もうイニエスタの、まあ、後継者的な形だったか分かりませんけど、左ハーフから右ウイングから右ハーフから多分、ブスケツより上のポジションだったら多分全部できる選手なんですよ。ってなった時にそのアルダトゥランが入った時に、アルダトゥランも言っちゃえばイニエスタ、ラキティッチがいるんで、中盤でも言っちゃえばローテーション4位とは言わないですけど、絶対的なレギュラーには最初ならないと思うんですね。そうなった時にアルダトゥラン自体もプレーしたいですから、アルダトゥランとアレイシュ・ビダルで回しつつっていうのは全然考えられるわけです。で今ナインゴラン、ニックキナインゴラン、ローマの、ボランチですね、で怪我させられたラフィーニャっていう選手ももう今シーズンすごい成長を仕掛けてる時でしたし、セルジ・ロベルトっていうこの間クラシコで大活躍、右ウィングで大活躍しつつ右サイドバックもできてボランチもできて、セルジ・ロベルトの控えも務まってっていう選手もいるんで、僕自身はですね補強する必要ないと思ってるんですよ。なんて言ったってバルセロナっていうチームは給料出来高制入れてますから、前シーズンとかも全部のタイトル総なめにしたんで、今シーズン給料が異常に高くなってるんですよね。なんで誰かを取るには誰か放出しなきゃいけないんで、将来有望な若手を放出するぐらいだったら、今シーズンはもうトゥランとビダルがいてセルジ・ロベルトもいるんで、これで全然回せると思うんですよ。
それは当然戦力がネイマールとかあのメッシとかが出れないとか落ちますけど、そのクラスの選手が出れなくなって落ちないチームなんてのはありえないですから、ウイニングイレブンでマスターリーグで作るしかないですから、そうなった時にはですね、やっぱり今のところ僕の見解としては、バルセロナに控えのフォワードはいらないと思います、皆さんの見解はどうでしょう。というわけで、僕の注目の、サッカーニュースと、サッカーニュースの見方なんかを伝えてみました。今後ともこういう動画配信やっていきたいと思いますので、ぜひとも、再生のよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。